アウディは10月19日、新型 A7 スポーツバッグに最新の車載コネクティビティを採用すると発表した。新型 A7 スポーツバッグの車載コネクティビティの特徴の一つが、新開発の MMI タッチレスポンスコントロールシステム。先代のロータリープッシュボタンやスイッチ類に代わるもので、2つの大型高解像度タッチディスプレイを採用する。上側のディスプレイで、インフォテインメントシステムを操作。下側に 8.6 インチディスプレイが設置され、空調システムの操作や、文字の入力を行う。新型 A7 スポーツバッグを本国で発表。四輪操舵などの採用で乗り心地向上。MMI タッチレスポンスコントロールシステムにより、タッチパネルを操作すると、触感と音によるフィードバックがもたらされる。その操作は、スマートフォン同様、誰もが直感的に行えるように工夫された。機能を立ち上げるときには、ユーザーは確認のためのクリックを、耳で聞いて指で感じることができる。アウディによると、オプションの、オンラインボイスコントロールを使えば、操作はさらに簡単になるという。新型には、ヘッドアップディスプレイを設定。重要な情報をフロントウィンドウに映し出す。また、MMI ナビゲーションプラスを選択すると、12.3 インチの大型ディスプレイを備えたフルデジタルのアウディバーチャルコクピットが装着される。また、最大7名のドライバーが、自分のユーザープロファイルを車両に記憶できる。各ドライバーに関し、400のパラメーターが記憶され、それにより車が自動的に設定される仕組み。アウディコネクトから提供されるオンラインサービスも、さらに拡大。新しく追加されたサービスの中には、アウディフリートのスワームインテリジェンスを利用した。カートゥー X サービスがあり、交通標識やハザード情報の提供などが含まれている。